本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。
ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。この時間にどうして？まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。そういうわけじゃないですけど、なんていうか。ここだけ例外なんだ。他の寮は男子と女子が分かれている。事情は機会があれば話そう。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？署名？何のこと？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？そっか、ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。
あのさ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。竹場ですけど、起きてますか？おはよう。眠れた？あのね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？あ、断るかな、普通。てかお互い、初日から遅刻ってわけにもいかないでしょ。はい、したくしたく。通学にはこれ使うの。モノレール、珍しいでしょ。特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。転入生くんよね。2年生で間違いないわよね。
結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。クラス分けもう見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。アネするわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品しかるのち君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、ねえねえって、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。そっか、いや一緒に学校来たって言うから知ってっかなと思ってさ。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく、静かにしてよ。怒られるの私なんだから。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。ん？俺か？俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。それはそうだけど、でも驚いたよ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって？詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てか、そもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ちょっと、昨日の今日でしょ？昨日の夜のこと、本当言わないでよ。な、何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく、彼とは昨日会ったばっかで、本当なんでもないの。まったくもう。
じゃあ私、弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだからこれからよろしくな。もう帰んだろ、なら駅まで一緒にどうよ。よっ。おう。そういえば。いらっしゃい。何それ。おう。走ってんな運動部。ああ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから、また明日な。寄ってってえな。おかえり。うん。